はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。ブラックオニキスパート18ですね、 PC88 です。やっていきたいと思いますね。ちょっと久しぶりなんでね、ちょっとレンチャンで上げていこうかなと思っております。今回もイヤホン忘れてますんでね、誰行きますか、私。で次もこれもね結構覚えてきましたね、ヘゲックさんでしょ。でお次がアボーソさんね。ちょっとね、感情移入もできるかもしれないですね。こんだけ付き合い長くなっちゃうとね。で、次が、フォールエイさんかな。フォールエイさんかな。まあ、これ昔だったらあれなんでしょうね。レベル上がる前にセーブして、しつこくやって強いキャラ作るような感じにしてたのかもしれないですね。で、今、やり直してきたので、また敵さん復活してますので、引き続きお金を稼ぎに行きましょう。1万何歩だね。1万何歩。あらあらあらっと下に行って、あれですね、早く。あ、間違えちゃった、黒とこ。12312と。早く、あれですわ。ね。雲でしたっけ、ボッコボコにされてね、一撃で殺されちゃったね。あれなんとか敵討ちたいですね。あ、でもちょっと経験値上がってるね。まあこれをね、もう果てしなく繰り返す動画になると思いますよ、しばらく。よいしょ、アイオニキス目指して頑張りましょうと。あ、人が出てくると嫌なんですよね、お金入んないから、なるべく人型がいい。あ、これさ、こういうのがいいんですよね。まあ銃しか入りませんけど、でもここをやり、ここ来た頃はね、もうあれでもすごく美味しかったんですけどね。でも今10とか16じゃもう儲かった気になんないですもんね。恐ろしいですね、人の金銭感覚っていうのはね。よいしょ、あ、また切った。人多いなぁ。よいしょ。よ？お？あ、なんか間違い、やりきれないかもしれない。あ、いけたね。はい、11ゴールですね。あ、アズテックさんも逃げちゃうんだよね。よいしょ。で、よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。はい、戦いますよと。はい、12345と。で、こうかな。はい、あ、いけるね、アズテックさん。逃げると思ってましたけど、まあ前にも言いましたけど、多分総合力、お互いの総合力で逃げる逃げないって判断してる気がしますね。減っていくとほぼ確実に逃げちゃうんで、敵がね。あらららら、とこうだね。よいしょ。でもね、これやってすごく面白かったから、スマホとかでこんなん復活して出したらいいと思うんですけどね。323かな、やんないのかな今の若い子は。だとするとね、もうすんごく楽しかったからね。ちょっと実況できない時やってるからね、ちょっとレベル1個くらい上げようかなって思っただけなんですけど、開けた上に装備まで変えちゃうっていうところまで行っちゃいましたからね。で、これコボルトさん今回逃げるでしょ、この後9まで行ってるね。はい、逃げていくでしょ。で、65、あー結構多かったですね。で、ここね、はい、マミーさん、1、1、1、2、1、2、2だな。はい？あ、入ってなかったのね。筋肉がね。
よっこいせ、どうだったかな、あ、ここ いるんですよね。いるんで一応お金だけ稼いでいきましょうか。いや、ほんとね、コブラがすごい楽になったんでね、このフロアだったらいけるね。で、ここ確実に出てくるはずなんですよ、この場所がね。アボースさん弱いな、攻撃力はね。あ、お金入んなかったね。あそこいつも出てきてるはずなんですけど、よいしょ。で、あ、ちょっとね、一応ね、まだ稼げるところなんで行かせてくださいねと。1,2,3,4,5 と。1,2,2,2 と。あらら、また入んなかった。はいはいと。で、突っ込んで、あー、人だったね。あ、金入んないか。来るかな。あー、いけた、よかった。ちょっとヒットポイントの多いね、コブラが出てくるとちょっとドキッとしちゃうんですよね。81ゴールだね。はい、1,1,1,2,2 かな。1,1,2,2,2 と。そろそろ4階だっけ。あそこなんとかしないといけないですね。ちょっと地図をカンニングします。ここ出てきて、あ、ここで出、ん？地図見ただけでもう道分かんなくなっちゃった。あ、ここだね、ここだね。で、ここ入って出てきて、よいしょと。1,2,3,2,3 かな。あー、やりきれなかった、私がやりなかったね。よいしょ。で、次ここで、ここいっぱい出てくるんですよね。一歩歩くたんびに出てきてるの気がする、ここはね。これはダメね、これ防具よね。これはダメね、ノーバディ。マップのフルプレートでできたらいいんだけどね。絶対ダメだろうね、2つ下のアーマーだもんね。この下が今フルプレート着てるんで、その下がハーフプレート でその下のがなんとかっていうの、ハルベルトみたいな感じで書くやつでしょうかね。まあ防具なんですけどね、ちょっと私読みません。スパイダーさんが逃げちゃうんでね。あ、お金が入りましたね。で、ここで一番奥で出てくるはず、ですね。で、オーガ、あ、逃げなかったね。あ、逃げないのかな、オーガさんは。で、ここで次右に行って、ここでいっぱい出てきますね。覚えちゃった。で、で、中入って2匹出てくるかな、ここと最後とでしたね。1,2,3,4,5 と。はい、アタックね。1,2,3 と。2,3 と。で、あ、これは違うやつね。ここで出てくるでしょ、人型じゃないからお金もらえないわね、これきっとね。いや、怖い怖い。あ、で、あら、こうで出て、で、ここでも一回出てくるよね。で、1,1,2,2,2だね。
ね。糸を置く。2キス目指して頑張りましょうと。あとね、このゲームね、エンディングないそうです。あ、まあ、ウィザードリーもそうかな。あの、この年代エンディングなんかないよね。エンディングがあったゲーム。まあ、RPG はエンディング一応あるのか。ブラスティとかあったのかな。まあ、あるんだろうね。アドベンチャーは絶対にエンディングがあるんで。はい、逃げない。22211。はい、よいしょ。はい、1アタック、12345と。はい、12122と。ホールエさんね、デックスって言ったらいいのかな、アジリティって言ったらいいのかな、素早いのよね。素早くて強くてね、ヒットポイントだけなのよね、この人ないのね。本当によくできた人だわ。あら、出てこない。はい、11122。まあちょっとヒットポイントないのはつらいけどね。ポイント高くてね、攻撃力なくても困るもんね。はいはいと、はいと。ん？どこ、これ。ああ、ここか。でこっちで、ちょっと稼ぎに行きましょうか。はい、おお、連続ですね。ちゃんですね。はい。もうね、戦って途中で逃げるんだったら来ないでほしいんですけどね。はい。これは一旦で行けんじゃない？あ、行ききれない。あ、行った行った。なんとかなったね。人型出てこないな。お金欲しいんだけど。今何歩？あ、1万超えたね。あら、いいね、いいですね。1万1000超えたら買えるのかな。よいしょ、ちょっとセーブしておきますね。あ、はい、よいしょ。はい、あ、何か近づいてきました。はいはいはい。あとね、地下入ってね、セーブしてリセット入れてまたロードし直してくると、地上、ヒットポイントにね余裕がある場合は地上に出なくてもなんずっとね敵さん戦えるんで、お金も稼げるっていう感じですね。ウィザードでもそうだったかな。よくウィザードで被りますね。あとは、マイトのマジックかな。すごい、なんかエンカウントが。すごいですね。はい、トーク。あ、なんかあの服装。次はあんなのかな。よいしょ。ね、オーガさん逃げていくでしょ。よいしょ。あ、そりゃオーガっていうゲームもあったよね、確か。はい、12345と。31245かな。マミーさんじゃお金入ってこないか。もうコブラさんいいわ。経験値いいかもしれないけどね、お金入ってこないもんね。はい、オニックス目指してね頑張りましょう。
言ってんですけど、よいしょよいしょ、よいしょよいしょ、んこ、あーなんかあったねこれ、あらららら、トークね、あそうだね、あったわ、よいしょっと、あこれはやっつけれるかな、1,2,3,4,5 でどこ、ああらら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 、ら、ら、いた、あちょっと痛いけど逃げてった、118ずつね、1,2,3,4,5と、1,2,3,2,4 と、なんかちょっと下回りませんでしたけどね、じゃあこの辺かな、ちょっと時間も良くなりましたんでね、この辺で終わっておきたいと思います。ブラックオニキスですね、PC88 パート18終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。